それでは今日の試合ハイライトを振り返っていきましょう。今日は台湾デー、今日明日は台湾デーです。台湾の伝統芸能も披露された試合前の雰囲気。さあ先発の牧田、立ち上がりが本人もちょっとねまだまだ状態が上がってなかったと言ってました。良くなかったですね本当に。三塁一塁です。この福浦の打席、これがセンターの前に落ちます。先制のタイムリーヒット。1回の裏、涌井もこの1回はバタつきました。ツーアウト満塁、バッターは6番の森です。最後は外のボールでした。これは本人にとってみればボールに見えたんでしょうけどね。ゼロに抑えます。3回の表、ツーアウトランナー2塁1塁、ここもピンチだったんですが牧田は福浦をセカンドゴロ。3回の裏、ツーアウトランナー2塁、これがホームランを打つ前の打席の勝負でした。外いっぱいのボールで見逃しの三振は涌井です。4回です。ランナーを出す回もあったんですけど、抑えるときはあっさり抑えるイニングもありました。牧田ですね、はい、後半からゴロがやっぱり増えてきたのがやはり、はい、牧田らしい投球になってきたということでしょうけどね。そうでしょうね、はい、5回の表、バッターは田村、これは金子の守備。さらには鈴木大地、ファーストゴロでゼロに抑えています。で6回の裏、ランナーを一塁に置いて浅村フォアボールの後、2球目カットボールが真ん中に入ってきましたね。ツーランホームラン逆転。7回の表、ノーアウトランナー1塁、これはマリンズがチャンスだったんですが、代打の岡田がサードへのショーフライです。送りバント失敗。さらには田村、これピッチャーの前、牧田の守備、この回大きかったですね。いや今日はロッテの範囲はこのバントだと僕は思いますよね。結局ノーアウトランナー一塁は点にはなりませんでした。7回投げ切った牧田、8回の表、継投策、増田、角中を見逃しの三振、今江も三振に取ります。今よく腕が触れてましたよ。で9回です。クローザーの高橋、最後のバッターサブローショートゴロ、これで試合終了。2対1で2連戦の頭を取ったライオンズです。